今日は徳という字を書いてみましょう。まず一画目、一画目はこの辺りから少し寝かせるように短い左払いを書きましょう。二画目はこの辺りから一画目よりも少し縦気味の左払いを書きます。三画目は二画目のこの辺りにくっつけて縦画を書きます。四画目はこちら側にできたスペースのこの辺りから横画を書きます。五画目は四画目のちょうど真ん中を通る縦画を書きましょう。六画目は五画目の書き終わりから左にずれてきた位置、この辺りから短めの縦画を書きましょう。七画目は六画目の書き始めと同じ位置から始まって五画目の書き終わりを通って折れ曲がってきます。で、書き終わりは六画目の高さとほぼ揃えましょう。八画目はこの辺りから縦画を書きます。九画目はこの辺りから縦画を書きます。十画目は六画目、八画目、九画目、七画目の書き終わりを結びましょう。十一画目はこの辺りから点を書きます。十二画目はこの辺りからぐわーんとカーブして斜め上に跳ね上げましょう。十三画目はここにできたスペース、ここに点を書きます。十四画目は十三画目の書き終わりから動いてきたこの辺りから点を書きます。ポイントとしては行人弁は一画目の書き始めに壁を作ります。で、二画目の書き始めもこの壁に沿って始まるといいでしょう。で、払いのベクトルが違うので気をつけながら書いていきましょう。同じ方向にしてしまうとどうしても単調な感じになって抑揚があまりつかないので少しベクトルを変えて書いていきましょう。あとは作りの方、行人弁を細長く書くことで作りのスペースが大きく取れるのでしっかりと大きなスペースを作って書いていきましょう。あとはこういう余白ができる字は均等に余白ができるように書いていきましょう。あと心は11画目の点、この点よりも12画目のこの曲げてここ一旦止まる場所、ここまで降りてくるんですけれども、なるべくこの点よりも下がらないように書いていきましょう。なるべく揃えて書いていくとより美しい心という字になります。あとはこちらの作りの方で中心を探してこの中心に触れたところからこの点が書けるようになるとよりいいでしょう。